条件を載せなさい。はい、やってみます。アザミは勢いでセリフを読む癖があるから、一言一言にもっと気を使うことが必要ね。わかった。そしてクリスマス公演をあさってに控えた12月22日。あの鐘の音と共に。やったぜ、完璧だろ。おい、うん、間違いなく完璧。心が震えます。これなら。ああ、素晴らしい演技だった。これならクリスマス公演も大成功間違いなしだ。これもアナスタシアさんの指導のおかげです。ありがとうございました。みんなの努力のおかげよ。それにこれは本番じゃないの。大切なのは本番で最大限の力を出すことよ。分かってる。そのためには。休養が必要かもしれないな。疲れをためては本番に響くだろう。さすが神山だぜ。分かってるじゃねえか。そうね、いい判断だと思うわ、キャプテン。でもちょっと不安です。大丈夫よ、あなたたちは十分に練習してきた。本番はあさってイブの夜。今は体を休めて本番に備えなさい。体は休めても緊張感は保つこと、それは忘れないでね。よし、それじゃあ解散。みんなお疲れ様。